アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間も戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここでその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、道楽屋リチャです。令和5年9月15日、場所は神戸王子スタジアムにて、2023X3 リーグ第1節の本日開幕戦となります。その一戦、広島ホークス対クラブベアーズの一戦が行われます。試合開始13時50分キックオフ予定となっています。両チームその試合に先立ちまして、ウォームアップを終え、まもなく試合開始の時を迎えようとしています。この配信は X3 ウエスト、X2 ウエスト全19チームの合同企画によりまして実現となっております。画面上に記されております各企業様、そして各個人様のご寄付、ご支援、ご記者によりまして、この企画は実現いたしました。皆様のご厚情大変ありがとうございます。その配信を本日受けたまわりました。私もできる限りそのご期待に応えたいと全力を尽くしたいと思います。この企画は現在も申し込み募集しております。この配信の URL、 YouTube の説明概要欄にその申し込みとなりますショッピングカートの URL がございます。こちらの方をご覧いただき、その企画にご同意いただけますよましたら、ぜひご協力のほどよろしくお願い申し上げます。今期の X2、X3 ウエストは大変大きな変革を迎えるシーズンとなります。来期 X1 含めた X リーグ全体の再編成が行われまして、 X2 ウエスト、X3 は特にその影響が大きく現れます。今シーズン、そしてここまでは X2 は1ブロック6チーム制、 X3 は2ブロック計13チームによって編成されておりました。しかしこれが来期はそれぞれが各々昇格する形になって、 X2 が2ブロック5チーム計10チーム、X3 が1ブロック7チームで編成される形になります。この結果、今シーズンの戦績において X3 は各ブロックの上位3チームが自動的に X2 に昇格するビッグチャンスとなっています。今シーズンは大阪府警が出場を辞退しておりますので、12チーム6チームずつのブロック編成、従いまして6チーム中の3位、勝ち越しを確保すれば X2 との調整 X2 に上がるという大きなチャンスを得ております。その意味でもリーグ戦の一戦一敗は非常に大きな要素になります。その一つ目を決めます開幕戦、まもなく開始という形になります。両チームのご紹介をさせていただきます。本日手前側に陣取りまして、ホームチーム扱いとなっておりますのが、広島に拠点を置きます広島ホークス、チームからネイビーをまとっています。近年は非常に力をつけておりまして、常に優勝争いに絡んでおりました。しかし最後の最後でその機会を失うという形で悲運の状況を続いておりましたが、今季そのビッグチャンスを手に入れる非常に重要な年となりました。いつにも まして陣容を整えて今シーズンの開幕戦を挑んでおります。対しまして本日はホワイトをまとっていますのがクラブベアーズ、こちらは関西、かつてはマイカルベアーズとして三強の一角を占めておりましたかつての強豪チームです。現在はノンスポンサーの状態になっておりまして X3 に甘んじておりましたが、しかしこのチャンスを生かさんと今季ユニフォーム一新、まさに心機一転で今シーズンを迎えております。本日の配信では残念ながらそのロゴマークの発表が直前になりましたことによりまして、チーム名のロゴは旧チームのロゴになっております。この点はご了承ください。さあ、まもなく試合開始の時を告げます。
令和5年9月13日、場所は神戸王子スタジアムにて、2023X3 リーグ第1節開幕戦、広島ホークス対クラブベアーズの一戦が行われます。試合開始13時50分キックオフ予定です。これより試合開始前のコイントスを行います。手前側に陣取りますのがホームチーム扱いとなっています。ネイビーまといました広島ホークス。奥側がアウェーという形になっておりますが、ビジターユニフォームをまとっているクラブベアーズです。従来のライトグリーンから鮮やかな緑、新緑の緑に変わっております。早速チャットラインのメッセージありがとうございます。ピノ様、配信ありがとうございます。ベアーズ頑張ってください。ベアーズへの応援メッセージです。今季新規一転、新しいチームとして再度この、機会に挑戦することになりますクラブベアーズ。その門出を祝う一戦、白星を挙げることができるでしょうか。ピノ様もぜひ応援よろしくお願い申し上げます。前半広島らしい。クラブベアーズキックオフ、広島ホークスリターンで試合が始まります。この試合は1クォーター10分の正式ゲージで行われます。両チーム激を飛ばしまして、これより試合開始の時を迎えます。まず試合はクラブベアーズのキックオフで始まります。クラブベアーズ 新緑の非常に引き締まったユニフォームに変わりまして、大変涼やかなイメージを受けております。キックオフをしますのはクラブベアーズキッカーの87番のユキタ。対しまして広島ホークスはリターナーに10番と14番を配置しています。10番は才木、14番は和田。広島リターン。さあリターンラジオはまだ行っています。ナイスリターン。相手ラッシュ来る中、それをかいくぐりまして、自陣45ヤードという非常にいい地点からの攻撃を確保しました。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回で10ヤード前進し、攻撃権継続をするか、相手陣地奥深くにある得点エリア、エンドゾーンを目指します。まずは広島ホークス自陣46ヤードからファーストダウン10の攻撃に入ります。1回の攻撃です。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。さあまず中央へのプレー、しかしこれはクラブベアーズもナイスディフェンス。まずランニングバックに持たせ中央突破を図りました。キャリア20番タックル受けながら前進図りましたが、しかし1ヤードのゲインにとどまっています。倒されたところまでが獲得距離となりますので、広島ホークス1ヤード減りまして、セカンドダウン残り9ヤードの状況に変わります。広島ホークスセカンドダウン9。パス成功。クォーターバック3番、ここでオフェンスが開始点より後方より一度だけできる前パスを敢行しました。これをワイドレシーバーキャッチしまして、
トータル10ヤード獲得です。攻撃権がリセットされます。広島ホークスファースター、クォーターバック3番見事にパスを投じまして、この攻撃1回目にリセットしました。投じましたクォーターバック3番は山口。広島1回目に戻ります。ボールの位置は相手陣に入って、相手陣44ヤードからファーストダウン10。さあ今度はランプレーを入れますが、これはベアーズ食い止めます。最初の攻撃同様、地上戦ランプレーによって突破を図ろうとキャリア20番にボールを託しましたが、しかしベアーズこの地上戦譲らず1ヤードのゲインにとどめております。キャリア20番は玉山でした。広島ホークスセカンドダウン9、ボールオンは相手陣43ヤード。パス不成功。今度はパスプレーによって突破上がりましたクォーターバック3番。しかしそのパスをベアーズディフェンスラインがパスカットし、パス不成功としています。前パスは失敗しますと、ボールは元の位置に戻され、次の攻撃に変わります。従いまして、広島前進なくサードダウン9の状況になります。広島ホークスサードダウン9。さあこの3回目の攻撃でこの9ヤード獲得なるでしょうか。ここでクォーターバック3番オプションプレーで自らキープ。オプションはクォーターバックが持つかランニングバックに託すかの選択プレーです。ここはクォーターバック自ら持ちました。しかしこれをベアーズ見事阻止しましてフォースダウン、最後の攻撃権に変えます。広島ホークスフォースダウン7、最後の攻撃権フォーメーション変えましてパントフォーメーションを取ります。パントはキックによる陣地挽回を図るプレーです。しかし攻撃権は失います。ベアーズリターンに入った。これは広島カバーよくリターンをほとんどさせず、ベアーズ陣20ヤード付近で攻守交代となります。これによりまして攻撃権変わりまして、今度はクラブベアーズの攻撃に変わります。このようにアメリカンフットボールは4回の攻撃権で攻撃権更新し続けるか、エンドゾーンに飛び込みタッチダウンを得るか、この状況を繰り返す競技となっています。さあ今度は攻撃がありましてクラブベアーズになります。クラブベアーズ自陣19ヤード西からのファーストダウン10。さあリニューアルしたユニフォーム、そのワンプレー目、どのようなプレーとなるでしょうか。中央へのプレーです。まずランニング枠45番にボールを託しまして中央へ飛び込ませました。味方ブロッカーの力もありまして約4ヤードゲインとなっています。まずは力強い中央へのランプレーを展開しましたクラブベアーズ。キャリア45番は川端。クラブベアーズセカンドダウン6。パス不成功。クォーターバックここは下がりまして、ワイドレシーバー0番にパスを投じました。しかしこれを0番キャッチミスしパス不成功となっています。ダウン1つ失ってサードダウンに変わります。クラブベアーズサードダウン6。3回目の攻撃に入ります。攻撃権更新必要距離は6ヤード。パス不成功。クォーターバック6番右にロールアウトしてワイドレシーバー82番にパスを投じましたが、これは広島パスカバー厚くパス不成功となっています。クラブベアーズフォースダウンに変わります。クラブベアーズフォースダウン6、パントフォーメーションを選択します。
広島リターンに入ります。ですがこれはベアーズナイスカバー。リターナー14番解散としましたが、ベアーズ17番これを仕留めまして、広島陣40ヤード付近で攻守交代となります。リターン試みましたのは広島14番の和田でした。それを仕留めたのはベアーズ17番の橋本でした。攻撃権は変わりまして、広島2回目の攻撃シリーズに入ります。ボールオンは自陣42ヤード、広島ファーストダウン10。さあランプレーを投入しました。ランニングバックにハンドオフしまして、右オフタックル付近の突破を図りましたが、これはベアーズディフェンスライン陣カバーよくノーゲインとしています。キャリアは39番の竹之内でした。広島セカンドダウン10。さあランプレーは現在ベアーズが阻止している状況になっております。広島どのような手を打ってくるでしょうか。パス不成功。クォーターバック3番身構えながらプレッシャーを感じて右へロールアウトし、ギリギリの状態でワイドレシーバー27番にパス。しかしわずかにショートしパス不成功となっています。広島ホークスサードダウンに変わります。ボールオン自陣42ヤード、広島サードダウン10。ナイスラン、ファーストラン。ここで広島はオプションプレーをチョイス。ランニングバック39番ピッチを受けました。左オープンを突破、一気に攻撃権更新としまして、広島ホークスファーストラン。ここでレフリーによるウォーターブレイクが入ります。アメリカンフットボールはその日の天候気象条件に判断によって審判団がクォーターの半分でタイムアウトを取ることがあります。本日は9月中旬でありますが、非常に高温多湿な状況にあります。熱中症対策として審判団ここでレフリータイムアウト、ウォーターブレイクを入れました。この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チームの合同企画によって実現しております。この企画にご賛同いただけた企業様、そして個人様の記者、多くの寄付、記者、そしてご支援によりまして、この企画は実現しております。皆様のご厚情大変ありがとうございます。さあウォーターブレイク解けまして試合再開となります。広島相手陣43ヤードからファーストダウン10。さあ中央へのランプレーですが、これはベアーズ対応しています。キャリア20番による突破を繰り返しておりますが、今回もベアーズ57番のタックルによって阻止されました。57番は藤本、かつて西番にありました加古川オズナスで攻守ともに素晴らしいプレイヤーとして活躍していた選手が、この X3 の地でまだ奮闘しております。広島セカンドダウン10。これもナイスディフェンス。広島ここでオプションプレーにより再び突破図らんとしましたが、今度はベアーズ24番見事なタックルでロス、約3ヤードロス、2ヤードロスを奪っています。素晴らしい対応をしたのはクラブベアーズ24番の真当たり。広島サードダウン12。
ボールオンは相手陣44ヤード。パス不成功、ナイスパスカバー。ここでクォーターバック3番は奥に走り込んだワイドレシーバー9番にパスを投じましたが、これはベアーズ20番見事にカバーしパス不成功としています。素晴らしいパスカバーを見せましたのはクラブベアーズの20番のフルゴ。広島ホークスフォースダウン12パントフォーメーションを選択します。このパントはベアーズ自陣18ヤード付近でキャッチしまして、この位置で攻守交代となります。攻撃権変わりまして、今度はクラブベアーズの攻撃に変わります。互いに守備の健闘を光りまして、攻撃による突破口が見出せない状況にあります。さあ、どちらの攻撃陣がこの状況を打開することができるでしょうか。クラブベアーズ2回目の攻撃シリーズに入ります。クラブベアーズ自陣19ヤードの位置からのファーストダウン10。さあ、まずランプレーを投入しました。ショットガンフォーメーションからランニングバック45番にハンドオフしまして、45番右オフタックルを突破、約8ヤードのゲインです。見事なランを重ねましたのはランニングバック45番の川端。クラブベアーズセカンドダウン2、ボールオンは自陣28ヤード。パス成功。クォーターバック6番、右に展開しているワイドレシーバー82番にヒッチパス。これを82番キャッチアンドランし、攻撃権更新です。クラブベアーズファースさん、見事判断しヒッチパスによって攻撃権更新を果たしましたのはクォーターバック6番の杉谷。取りましたのはワイドレシーバー82番の寺崎です。クラブベアーズ自陣30ヤードに入りましてのファーストダウン10。これは広島ナイスディフェンス。この最初のプレーはランプレーによる突破がありキャリア45番に託しましたが、広島58番が一気に流れ込んでこのランプレー2ヤードロスに変えています。見事なプレッシャーでこのランプレー阻止しましたが、広島ホークス58番の川田。広島ホークスセカンドダウン12、失礼しました、クラブベアーズセカンドダウン12。パス不成功。クォーターバック6番、左から中に入ってきたワイドレシーバー1番にパスを投じましたが、1番これをキャッチミス。パス不成功でサードダウンに変わります。クラブベアーズサードダウン12、ボールオンは自陣28ヤード。パス成功。クォーターバック6番、ランプレイアクションからワイドレシーバー82番にパス。このパスは通りましたが、しかし攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンと変わります。クォーターバック杉谷、攻撃権更新にはこの段階はまだな、このプレーではなりませんでした。クラブベアーズフォースダウン6パントフォーメーション。
ナイスパンツ。ここでパンター87番、鮮やかなコントロールを効かせたゴロのパントを蹴りまして、点々としましたボールは広島陣10ヤード付近で止まり、この位置で攻守交代となります。パンター雪田、絶妙の技を見せまして、攻撃自陣有利な自チーム有利な状況を作りました。アメリカンフットボールは基本的には点取り合戦です。得点が多いチームが勝利する競技です。陣地そのものは本来は勝敗条件に全く関係はありません。しかしそのミスが発生した際に得失点発生しやすい位置を示しています。強弱を示すバロメーターとしてご注目ください。広島自陣10ヤードからのファーストダウン10。さあまずパスプレーから入りましたが、しかしこのパスは不成功。広島セカンドダウンに変わります。広島自陣10ヤードからセカンドダウン10。ここはベアーズディフェンスが踏ん張ります。ランプレーによる突破を図らんとしましたが、ディフェンスライン陣殺到しこのランを阻止しています。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして、広島ホークス0点、クラブウェアズ0点、両者無得点で第2クォーターに移ります。